中郷古墳群中郷古墳群の位置。中郷古墳群は、福井県鶴ヶ市坂の下、吉川岩谷にある古墳群。高出山古墳群と明神山古墳群から構成される。国の史跡に指定されている。中郷古墳群は、4から6世紀にかけて作られ、海に向かって鶴ヶ平野を見下ろす位置にある。鶴ヶ湾に入る船。 すなわち大陸との交流を意識した立地といえる。高出産古墳群の内3基と明神山古墳群の内5基が国指定の史跡となっている。このうち最も代表的な古墳は高出産1号墳である。中高古,古墳群の近くには、鶴ヶ市街東部を通る北陸自動車道や国道8号バイパス工事の際に発見され、緊急的に発掘調査された遺跡が多く、 吉川遺跡、小谷が、コ古墳群、立道古墳群がある。このうち、吉川遺跡、小谷が、コ古墳群は、保存が図られず、消滅した。高出産1号墳、無期出産3号墳、鶴ヶ市、吉川地区の三両に1、3、4号墳の三基ある。2号墳は現存せず、各古墳には説明の表示が設置されている。 鶴ヶ市坂下地区の山寮に点在しており、2010から2011年の発掘調査資料では1から23号墳まで確認できる。表示や歩道などの整備はなされていないため、見学には注意が必要である。史跡指定の古墳動期については次の通り。高出産1号墳は、1954年以降の数回の発掘で、刀、剣、鉾などの武器や、 金メッキを施した鎧や兜といった、武具、銅鏡、玉類など、多数の豪華な副装品が出土している。蒸気の武具は、全国的に見ても希少な出土例であり、2010年に保存処理がなされ、私立鶴ヶ郷土博物館に展示されている。鶴ヶは、古代より大陸との交流が盛んであり、その中で力を持っていた主張クラスの墳墓と考えられる。 鶴ヶインターチェンジから10分程度。明神山古墳群近くには駐車場はない。高出山古墳群は1号分前は空き地となっており、駐車可能である。ありがとうございます。